どうもダロマニム DD です。今回は僕のマインクラフトのデータの進行状況についてお伝えしていきたいと思います。まず、いきなりですが、探索途中に埋まっているオークの木を見つけました。しばらく掘ってみたところ、洞窟の入り口に生えていることがわかりました。そして前回話していた古代の残骸を集めるという話なのですが、無事に1スタック集めることができました。つまりネザライトインゴットは 64÷4 で16個できる計算になりますね。それらはネザライト製のツルハシとシャベルをさらに1本、斧、グア、剣、フル装備に使用しました。それによって実績もいくつか達成することができました。その後、剣と装備にエンチャントをして、ウィザスケの頭を3つ集めに行きました。目的はもちろんネザースターですね。これがあることにより聖地もかなりはかどりますからね。できればもう少し頭を集めたかったのですが、ここら辺を聖地して戦いやすくしてからにしようと思います。ウィザーはイージーで黒曜石破滅して倒しました。古いですが、ヒートじゃないからまあいいや。そしてビーコンを設置して、日が明けたら設置していくってな感じですね。土ブロックはある程度先に壊しておいたので、あとは石を掘るだけですね。そしてある程度整地をしていると、やはりシュルカーボックスがないと非効率なことに気づいて、エンドシティを探しに行くことになりました。ちなみに今作っているのは、エンダーパールがなくてもエンドゲートウェイの中に入れる装置ですね。その後無事にエンドシティを見つけました。エンドシップもあったので、エリトラももらうことができますね。ちなみにピースフルでやっているので、シューカーは攻撃してこないです。そしてこのエンドシティの近くにはなんと、もう一つエンドシティがあるんですよね。エンドで起きたことはそんな感じですね。その後、ガラスを作るための砂を砂漠まで取りに行っていたら、バグった草を発見しました。今回起きたことはそんな感じですね。ちなみに目の前に見えるのは現在建設中の巨大倉庫です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you.